ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。スターホースポケット、さて前回はこの方のフラメンコが WBC マイルに出まして、意外や意外2着と検討したっていう。あまり近寄らないでもらえます。結果になりました。で、残りがもう19周で、そんなにもう間がないです。あ、これ休ませないといけないですね。また、休ませた後で再開したいと思います。お知らせが届いています。はい、これで馬体重が戻りましたので、まあ、やや余裕含みで馬体重ですね。入球させて、調教させたいと思います。適正な馬体重です。成長促進。どれがいいんだろう。適正な馬体重です。今10月の1週、10月に入りましたか。先日の話なのですが、出すレースも考えながら見ないといけないんですね。そうすると空き点が距離がギリギリか。スプリンターズはちょっと間に合わないし、マイルチャンピオンシップかな。空き点ってどんなメンバーなんだろう。まあ、ブエナビスタはビクトリアマイルで破ってますからね。まあ、自身の距離の適性というのが問題になってくるかと思うんですけど、そんなに強いメンバーじゃないかな。遠心フラッシュあたりなんで、でしょ、ブエナビスタあたりが一番強いんで、自分の距離との戦いになりそうだな。スタミナを調教すればいいのかな。ご存知ですか。適正な馬体重です。いい仕上がりです。これで調教、調子が良くなりました。まあ、マイルチャンピオンシップというのもあるんですけど、どうしようかな。そんなに出せるレースが多くないんで、休養させずに行ってもいいのかな。ジョッキーは、ああ、こうなってますか。小牧仁をちょっと選んでみますか。今年いっぱいなのかな。クエストを達成しました。ご存知ですか。ここはそうですね、馬体重的には504キロってどうだろう。まだベスト体重502キロなんでしょうか。どちらかといえばスピード上げたいですからね。販路で使いましょう。あ、会話をやるの忘れてた。今週はレースがあります。
パートナー東京はやれないです。いい感じですね。で、大根で502キロ、これが多分ベスト体重でしょうね。さあ、引退まであと14周です。ちょっと距離が長いですけど、結構スタミナの調教もやってきたんで、それでなんとか持ってくれないですかね。余裕の一番人気です。これ一番人気なんだ。まあそうでしょうね。メニューリストを破ってるんで、しかも印もこのグリグリとついてますし、メニューリストと1点かな。レースです。雨でやや重ですね。あんまりこの肩のフラメンコは雨得意じゃなかったんじゃないかな。肩状態って結果前にどれぐらい影響するんでしょうか。伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。天皇賞秋、さあ準備が整いました。頑張ってほしいです。さあ行こう天皇賞。スタートの悪い馬がいますが、2番アーネストリー、果たして先頭に行くのは。ローズキングダムが上がってまいりました。さあ今3番手まで上がっていきます。ウェナビスタ、その外からはエイシンフラッシュ、それからもう1頭11番パタノフラメンコ、そして6番手にザザグローリー、当選上段がそのうちにいます。7番ミッキードリーム、その後ろでやりましょうか。2番アーネストリー、3番ダークシャドウ、ちょっと離されまして8番ヤガーメイル、そしてしんがりから10番ベルーサという展開です。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭行くのはシルポート、5馬身リード、そしてその後ろからウェネビスタ、ここにいたパタノフラメンコ、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。そして内からはエイシンフラッシュ、その外ザイザグローリー、まもなく欅を通過します。6番ローズキングダム下がって6番手、当選上段が並んでいっています。ミッキードリーム、さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、まだウェナビスタが前だ。ここで行くと大波乱になるぞ。ウェナビスタが2番手、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。シルポートが抜け出した。さあ捕まえに来ました。3番手にパタノフラメンコ、2頭が外から懸命にウェナビスタ、先頭エミノト、シルポートローズキングダムですね。一気に抜けた、外からパタノフラメンコ、ローズキングダムが差を詰めてきた。足色がいっぱいになった。ローズキングダム、これは阪神レースになりました。内からスルスルと岩田康成、ウェナビスタ一着、ウェナビスタ強烈、ここに岩田あり。惜しいな、馬券は当てたんですけどね、一点勝負なんで。ビエナリスタに敗れましたね。やっぱり距離がちょっと長かったかな。それでも馬券は的中させて1150、コインは稼ぎました。まあ枠順も確かに不利でしたよね。終えた馬が戻ってきました。ご存知ですか。さあ馬体重がちょっと不安がありますね。仮にこれ5周に出すと、休み明けが香港マイルの週になってしまうのか。馬体重を回復させつつ知った方がいいのか。まあ最も休ませてももったいないのかなと思いますからね、来年の春までは。
まあ、森林馬道でいい感じですね。成長促進、疲労回復、宇宙というのがあるみたいです。まあ、自分はもう一勝させたいですからね。を戻しました。疲労も回復させました。ここレースの疲労多かったみたいですけど、ご存知ですか、適正な馬体重です。マツムースでしょうか。どうしたんだろう。あー危なっ。おー一瞬バグったのかなと思いました。嬉しそうですね。さてと、この週が翌週かな。香港は、香港マイルは翌週ですね。香港マイル竹豊が乗ってくれますね。いい仕上がりです。マスムーズでしょうか。さあいよいよ香港マイルレースの週です。今週はレースがあります。残り8周ですか。さらにパートナー調教をやるって言ったら辛いとこがありますんで、で人間で調子上げて、何か用ですか。多分これで完璧な状態になるでしょう。はい、調教は販路が使えますね。スピードって結構大事ですから。余裕の一番人気です。おお、海外行っても一番人気ですね。投票受付を開始します。パパパね、ジニーチュー、なんだろう、イーグルワン。エクステンションっていうのが2番人気っぽいですね。ただそんなに、実績があるわけじゃないですよね。まあメンバーはなかなかいいとは思うんですけど、その中でも一番人気になったんだから、力最後につけたのかな。さあ香港マイルのスタートです。のベストマイラーが集う香港マイル、シャティンのマイルを制するのはどの馬でありましょうか。もちろん肩のフラメンコです。さあ飛び出した12頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。スタートあんまり良くなかったですね。先手を取って4番、でも、まあ、あっさり4番手を取り切りました。それからヒーチワンサクセス、そして1番人気の肩のフラメンコ、なかなかいい感じ。その外に2番ジミーチュー、その後ろでやりましょうか。アパパネ、外を通って12番ビューティーフラッシュ、サプレザ、それから5番ラジサマン、その外11番イモータルバース、この辺りちょっと離れている3番エクステンション、その外からは6番シティスケープ。
前でありますが前、ヘイブルワンが先頭です。それから離されましてバンタブル、そしてその後ろからヒーチワンサクセス、そして一番人気のパタノフラメンコ、うまくいっているんではないでしょうか。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。パタノフラメンコは4番手といったあたり、一発二発とムチが飛んでエイブルワンが先頭だ。エイブルワンに離されますね。ちょっと飛ばすかな。むしろエクステンションの方が伸びてますね。これはやられました。なんとか2着は確保したんですけど、ちょっと残念な結果でした。勝ったのは3番エクステンションだ。休養させずに調教を積んで挑んだんですけど、ちょっと残念な結果になりましたね。多分もうこのままの引退だと思うんですね。残りは7周ですか。休ませて、5週休ませて、1月の4週。1月の4週だったら、ドバイターフは、いや、高松宮記念杯に間に合うかどうかっていう感じか。間に合わないなぁ。って言って引退させられるのかな？させられるんですね。まあ、とはいえ、G2 クラスの馬でも、G2 クラスでも出すことはできるんで。いい仕上がりです。適正な馬体重です。最後に、G2 か G3 一走出して引退ということになりますね。はい、ではまた。休養から戻ってきましたら再開したいと思います。はい、これで、ベスト体重プラス4キロの506キロまで馬体重を上げましたので入球させたいと思います。パートナー調教し今更してもね。残り6周しかないんで、出せるレースって結構限られてくるんですけど、そうか、京都牝馬ステークスまでか。あんまりいいレースがないですね。ちょっとそうだな、まあ、思い切って一気に絞る調教をして、ドライターフでも出してみますか。期待が持てます。嬉しそうですね。そうですね、ここで放牧させたら2月の4週なんでまだ間に合わない。なんか引退時であと3週になってしまってるやん。収穫できます。ところでいい感じですね。いい感じですね。これでちょっと間違えた。させましょう。あれが4月の4週だから、
ご存知ですか？これで多分504キロになってるかな。ご存知ですか？そうですね、504キロ。ただ気がつけば残り1周ですから、それでぶっつけでやらないといけないから厳しいのか。フリーズレビュー、こう見てみると、あ、結局はこのレースしか出すことができないのですか。じゃあもう金庫賞を出して引退させましょう。メンバーはよくわからないな。適正な馬体重です。大根で、海老名か。海老名に行きましょう。何か用ですか？まあ最後 G2 にはなりますけど、勝って、優秀の美を飾りたいですね。一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。まあもちろん落とすわけにはいかないです。それから2番人気がダノンバラード、3番人気が大きく離れて、これもダノンですね、ダノンスパシーバ。4番人気になるとヒットザターゲットと。結構難しいところではあります。さあレースです。ごまかしの効かない中京2000メートルの舞台で各馬が飛躍を誓います。さっくりはギリギリですが、金庫賞12頭スタートを切りました。2頭ほどスタートの悪い馬がいますが、7番名勝関白、それから2番ダノンスパシーバ、先行グループからまず見てまいりましょう。ダノンスパシーバは人気の馬ですけど出遅れに行ってしまいましたね。3番オールワンワン、そしてその後ろから3、4番手に今つけております。スルスルと肩のフラメンコが上がっていきました。10番ダノンバラード、1番コロンバスサークル、11番ヒットザターゲット、内を通りまして、4番ダンツホーテイ、9番新名富士、ちょっと離れて12番スマートギアであります、ダノンスパシーバ、その後ろ3馬身くらいあって名勝関白、もう一度前の方でありますが、依然先頭エイチンギーライン、それから離されましてオールワズワン、肩のフラメンコ、黄色い帽子が馬込みで揺れています。その外からは8番リッツイスター、さあ第3コーナーに差し掛かります。それから10番ダノンバラード、そして内からは1番コロンバスサークル、それから11番ヒットザターゲット、内から1頭ダンツホーテイ、新名富士がその後ろ、それからスマートギア、徐々に徐々に差を詰めます。さあ中京競馬場は大歓声であります。先頭行く黄色い帽子はエイシンディライン、間を割って伸びてきましたが、どん他にも伸びる馬がいるんで、肩のフラメンコ先頭に立った新名富士届くかどうか。肩のフラメンコ先頭、名勝関白順目に追う肩のフラメンコ、一着一番人気に見事応えました。一着は新名富士ですか。やりました。引退の一応花道を飾りましたね。よく頑張りましたね。OK です。1着、6番、2着、9番、3着、10番、以上のように確定しました。もっと鍛えて上を目指しましょう。展開に合わせて柔軟に位置取りできる馬は魅力的ですね。
はい、今までお疲れ様ということで23戦10勝、うん、2着が結構多かったですね、この馬は。なかなか堅実に走ってくれたんじゃないかなと思います。お疲れ様でした。今日電動馬に登録いたします。の G3 クラスを取るのも難儀した馬です。最後は頑張って、2000枚を突破してくれました。さあ、もちろんこれは繁殖にさせます。なるほど、気性が荒かったのか。まあ、いい子供を産んでくれるといいですね。はい、というわけで、この動画はここまでとなります。毎度のことですが、関連動画、動画のプレイリスト最後に載せますので見ていただければ嬉しいです。また、チャンネル登録もまだされていらっしゃらない方はよろしくお願いいたします。ツイッターブログもやってます。説明欄の方に、その URL 記載してますので、よろしければアクセスお願いいたします。はい、ゲーム動画でいこうでした。バイバイ。